には遠慮なく言ってください。
くしゃみ、鼻水が止まらなかったり、すごいね、寂しいですね。Yeah.
住んでたことありますか？金魚とか小鳥とか犬とか猫とかあとはウサギとかうちのお父さんちっちゃい頃ヤギと住んでたって言ってました。毎日ヤギのミルクを飲んでたよって聞いてすごいいいなって羨ましかった記憶があります。今考えるとヤギ飼ってるってすごいですよね。ヤギ飼えるんだってちょっと驚きました。喋りすぎちゃいました。大丈夫です。うるさかったら静かにしてくださいって教えてください。
したいと思います。それでは失礼します。ゆっくりゆっくりお布団やベッドに入った後に目をつぶってゆっくり眠れますように。明日も元気に過ごせますように。よろしくお願いします。また次の